GNOME Boxes は GNOME デスクトップ環境のアプリケーションでリモートまたは仮想化されたシステムにアクセスするのに使用される。Boxes は KEM、KVM、リベバートの仮想化技術を用いている。GNOME Boxes は Intel VTX などのハードウェアアシストによる仮想化に対応した CPU が必要とされる。GNOME は 最初、2011年12月に GNOME3.3 でベータ版ソフトウェアとして導入された。また、GNOME3.4 では、プレビューリリースという扱いになっている。ボックス i の主要な機能は、リベバート、リベバート、グリブ、ロボシンフォなどの技術を使用した、仮想化マシンのマネージャー、リモートデスクトップのクライアント、リモートのファイルシステムのブラウザである。 また、b o x ス i s では、ローカルに作られた仮想化マシンのほか、他のコンピュータに作られた仮想化マシンや、リモートシステムを見ることが可能である。b o x ス i s は、最小限のユーザー入力で、ISO イメージなどの標準的なディスクイメージファイルから、ローカルの仮想化マシンを簡単に作ることができる。b o x ス i s は、当初、マーク、アンドレルロ、ゼーシャンあり、 アレクサンドル・ラーソンとクリストフ・フェルゴによって開発され、現在はゼションによってメンテナンスと開発が行われている。ありがとうございます。